気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉みなさんこんにちははずき光栄ですはずきなラジオ心の扉今日のテーマは包み込みです包み込み何かを包み込むためにはあなたがその何かよりも 大きくなる以外方法はありません。より大きな視点からでないと見えないものがたくさんあります。小さな限られた視野の範囲からでは見えないものの方が圧倒的に多いのです。例えば、象という動物を説明するときある人は蛇のように長くてよく動く と言い、ある人は丸太のように太くて爪があると言い、またある人は細くて長い紐のようなものの先にふさふさした毛が生えていると言ったとします。あなたならこれを聞いて象の姿を正しくイメージできるでしょうか。最初の人は象の鼻を、次の人は 象の足を三人目の人は象の尻尾のことを言ったわけでそのどれも間違いではありませんが全体を捉えているわけではありませんこのように目に見えるものでさえそれぞれの見方や視点によってこれだけ違ってくるのですから目に見えない世界のことに関してはどれほど いい加減なことをみんなが好き勝手に言っているのか想像に難くはないでしょう A と B という違った考え方がある時 A と B のどちらかではなく A と B のどちらも包み込める考え方や解決方法がないものかと模索することは大切な視点です例えば 宇宙の創造主がいるとしたらこの世の中に包み込めないものなどあるはずもないでしょうそういう意味では限定や特別例外など条件がつくものは全て真理ではありませんいつでも誰でもどこでもどんな状態でもどんな相手に対しても無条件に全てを 包み込めるものが唯一の真理なのです。今日は包み込みを意識してみましょう。相手を否定したり、無視したり、排除したりするのではなく、自分の正しさや良い悪いのジャッジは置いておいて包み込んでみるのです。そうかもしれない。そういう見方もあるかもしれない。と一旦 受け入れてみるのです。そうやって相手を包み込むことによってあなたは初めて今までより一つ大きな視点から全体を俯瞰して見ることができるようになるのです。はい、それではここからは包み込みに関して少し解説をしていきたいと思います。昔 私は小さい頃ですが、じゃんけん。まあ、グーチョキパーのじゃんけんですね。このじゃんけんに関してなんだか違和感を感じていたことがあります。グーは石ですね。まあ、これはまあ、チョキ。つまり、ハサミで切れませんから、グーの勝ち。パーは紙ですよね。紙という例えになってますから、これはハサミでジョキジョキ切れちゃいますので、パーの負け。 これはなんとなく理解できるような気がするんですがではそのパーは石を包み込むからパーの勝ちというのはなんとなくこう後の2つと違って違和感を感じてたことがあります皆さんはそんなことを考えたことはないでしょうか紙は石を包み込むから紙の勝ちうーんそれってどういうことなんだろうということが幼い頃 頭に残っていたのですが、この包み込む、包み込みという考え方を聞いて、なるほどというふうにガテンが言ったことを覚えています。包み込むためには、その対象物より、こちらの方がより大きく、より高く、より幅が広がる必要があると言えるでしょう。 それはただ物理的なものではなく過去も未来も全てを時間も包み込むということが必要になるのかもしれませんこの包み込みというのを別の言い方で言うと、まあ、自由度が拡大するということになるかもしれませんこの自由度が拡大するという概念がとても大事なポイントでこれはまさに進化するということにつながるのではないでしょうか包み込めるようになると正しさが消えていきます 正しさが消えていくほどにより多くのものをより範囲の広いものを包み込めるようになると言えるでしょう。例えば、物差しの目盛りが小さい人、これをスケールの小さい人と言います。物差しの目盛りが大きい人、これをスケールの大きな人と言いますが、これは全く同じことですね。よりスケールの大きな人、 大きなメモリを持っている人ほどたくさんのものを包み込めるということが言えるのではないでしょうか。A か B かという選択肢で悩むのではなく、これはどちらかではなく、A も B もどちらもという視点を持てることによって、 新たな C という視点が生まれてくるかもしれませんし A と B と C というこの三択ではなくて A も B も C も D もずっとすべてのものをすべての違いを包み込むということができるようになると新しいものの見方新しい価値観そして自由度が上がったということになるのではないでしょうか例外や限定特別 ここだけの話ですよと。と今だけですよ。実はこういう裏技があるんですよ。じゃそういうような条件付きのものは全て真理ではないと言えるでしょう。真理というのは宇宙の創造主と呼んでもいいかもしれません。イコール宇宙の創造主と考えてもいいかもしれません。 その宇宙の創造主がもし存在するとするならばこの世に包み込めないものなどあるはずもないというのはきっと皆さんもご理解できると思いますこの全てを包み込むという視点は実は神の視点であり創造主の視点だと言えるのではないでしょうか神の視点を持つ創造主の視点を持つそれが窮極の包み込みと言えるのではないでしょうか 我々はそこに至るために今この地球に肉体を持って生まれてきている。本来はその視点を持っているのにわざと小さな違いを味わっているということが言えるのかもしれません。その究極の大きな宇宙の創造主の視点を持っていれば包み込めないものなど一つもないのです。そう考えるとこのパー、いわゆる紙、 じゃんけんのこのパーですね。神っていうのはまさに神の視点であり、この包み込むというのが実はチョキもグーもそれ以外のものも全てに勝る究極の価値パターンというか、究極に価値が高いものというふうに言えるのかもしれません。包み込むという視点、ぜひ意識しておいていただければと思います。はずきこうえでした。ありがとうございました。